とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、矢の無限増殖をやっていきます。俺知らなかったんですけども、先日、教えてもらいました。これはかなり便利ですね。で、知ってる人も、多いのかな？いや、わからないですけども、まあ、とにかく、俺みたいに知らなかった人に対しては、すごく便利な裏技なので、共有したいと思います。では、行きますね。まず、装備が必要になります。何の装備かっていうと、これですね。サプライズギフトと、最後の叫び。この二つが入ってるやつを探してください。まあ、見せ売りをちょこちょこ見てると、結構出やすいやつだとは思います。サプライズギフト、最後の叫びですね。で、それを装備して、アーティファクトを、これ、魂のヒーラー、そして、色地雷、複製の書、この三つを装備してください。そして、まずは、矢を出しましょう。回復のポーションを使うと、サプライズギフトによって、矢が出ることがあります。はい。使っていきます。あ、出なかったね。矢が出ることもあるので、これで、まずは矢を出していきます。でーい！そりゃ！出ましたね。まあ、たまーに出る。たまにじゃないな。うん。まあ、何回かに一回は出ると思うんで、試してください。そして、取りますと、複製の書のところが、矢に変わりますよね。そしたらば、あとは、地雷を敷いて、自分の HP を 25% 以下に減らす。それだけで OK です。いきます。あと一発か。ああ、間違えた。間違えた。今のは自分で増やしましたね。次一発で 25% 以下になります。あ、まだか。もう一発。はい、増えました。地雷を食らって HP が 25% 以下になると、最後の叫びが発動します。で、その時に、複製の書、そしてソウルヒーラーで HP を回復します。で、あとは最後の叫びが回復する、8秒後に、さらに HP を 25% 以下まで、で、なんて言ってんだ、下げれば OK です。この HP 管理が若干、めんどくさいので、ちょっと注意してやってくださいね。色地雷を、ちょっとパワーが低め、そしてソウルヒーラーをパワー高めにすると、若干なりともやりやすくなると思うので、試してみてください。こんな感じで、まあ大体9秒に1度ぐらい、矢を増やすことができます。これ無限に増えますね。この最後の叫びであると、ソウル関係なしに、矢が出てくるみたいです。はい。で、これでね、最初、スタート時点で、矢をある程度増やしていくと、戦いやすくなりますので、ぜひ使ってみてください。で、注意点があって、これがですね、ホストでしかできないみたいです。ホストでしかできない。マルチプレイで、人の、ところに入って行おうとすると出ないみたいですね。マルチプレイで自分が部屋の主になった時に、できるみたいです。相手のところに入ってこれをやろうとするとできないので、注意してください。はい、それでは矢の無限増殖のおさらいやっていきましょう。まず必要な装備があります。防具。サプライズギフト、そして最後の叫び。この二つがついてるやつを探してください。そして、アーティファクトで、魂のヒーラー、色地雷、複製の書、集めてください。できる限り、魂のヒーラーのパワーは高い方がいいです。で、色地雷は若干低めの方がやりやすいと思います。で、これ、装備をつけまして、まずは、ポーションを使って、サプライズギフトで、矢を出してください。で、矢を拾って、複製の書のところが矢になったとき、そして、スタートですね。色地雷を敷いて、自分の HP を 25% 以下
まで下げましょう。そして下げたところで地雷を食らうと最後の叫びが発動してソウルヒーラー、そして複製の書が発動します。で、そしてまた8秒経ってから最後の叫びを発動すると、また同じくソウルヒーラー、そして複製の書、これが発動しますので矢が出てきます。まあ、この繰り返しですね。はい、ということで今日は矢の無限増殖をやってみました。俺は全然知らなかったけども、知ってる人はいろんなことを知ってるんだね。素晴らしい。皆さんもぜひこれ便利なのでやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。